うん、遅ければいいという、うん、そういうレベルの話は遅くなっちゃう、遅くなっちゃうんですね、うんうんうん、いやだからあれですよね、例えば村上春樹がオウム真理教地下鉄サリン事件というのをね、うん、非常にあの彼がその、彼自身がもちろん被害を受けたわけじゃないけども重く受け止めたと。でそれは必ずしもその、あの身近な日本ということだけじゃなくて、ああいう非常に特殊な状況の中でこういう、その事件が起きたということですよね。それでアンダーグラウンドで、被害者ですかね、あのインタビューして、やっぱり彼はそれをやっぱりその小説文学者としてなんとか表現しようと しましたよね、してきたと思うんですよ。でまあそのねじ巻き鳥クロニクルの後半部なんていうのは そういうこともかかってきたけど、しかしその後はやっぱり彼はその問題をあのまあどういうその作家論としてはわからないですけども、あの結果的にはあの放棄せざるを得なかったでしょ、放棄せざるを得ないというか、その問題意識が消えちゃったわけですよ、要するに。まあそれが前にも議論して1984という形になってしまってるわけで、だからそこにねやっぱり文学の言葉の問題っていうのがあることはあるんですよね。だから五十嵐さんの言うのをひっくり返すと、じゃあ早きゃいいのかってみんな早くても別におかしくはないし、うんうん、どう早く立っていいんだよ、ですから、よけりゃ、よけりゃ、うん、だから 僕はやっぱり今でもね、まだそれでも五十嵐さんが何考えてるんだか僕には全然分からない。いや私はね、だからあの作家がそれに対して何ができるっていう私は思わないですよ、うん、ただとりあえずは、何が起こったのかとということを、まあ、生身の立場からね、うん、やはりあの知って振り返る必要があるだろうと、うん、まずそちらをやるのが先だろうと思うんですよ、ね、うん、とりあえずって意味ならわかるよ、うんうん、とりあえずという意味だけならわかるよ、その悲しみとか痛みをね、何ですかその共感する、まずそこが取っかかりでしょうね。ただね、それはあの別に文学者じゃなくても作家じゃなくても物書きじゃなくても評論家じゃなくてもあの やれるしやらなきゃいけないし、まあやれますよね。そうですね、うん、だからやっぱりなぜ文学かっていうと、やっぱりさっき井口さんが言われたその実存的な問題として肉声として、それをどういうふうに言葉でその表してるかって問題、言葉としての表現者としてはどういうふうに受け取るかっていうことが問題だと思うんですよ、うんうん、俺はとにかくあの共感ってのはもうできないと思ってるから、まずあの最初に断念があるからさ、うんうん、で共感できないと思ったらできちゃったってことはあるかもしれないけど、うんうん、まずあのできないだろうっていうふうに思ってるからな、うんうんうん、でそれでそれにこう少し近づいたかもしれないとか、うんうん、なんかあるいはむしろ逆にあの遠ざかってしまうのかもしれないとか、うん、だけどまず一番最初の、うん、あの俺 あのありとあらゆる物事に対する見方で言うと、まず共感はできないもんだよっていうふうに思っておいた方がいいと思う。 100% は面白いですよ、その個人と個人が違うんですけどね。だから100%って、まあ、だけどそれに近くもする、まず努力をいや俺は最初から諦めてるんですよ、話が進まらないんですよ。俺努力すらいらないと思う。いやだから努力がやっぱり断念されてるってことがね、一つので、ちょっと話いいですか、ちょっとずらして、はい、あの前文芸市長でインタビューしてしました古井敷地さんがね、はい、実はあの私今ちょっと変わってるオピニオン誌の表現者って、これはまあ文芸誌じゃないですから、文明論とか経済論とか政治論とか文化論をやってる雑誌ですね。そこでまあ古井さんに今回の震災についてあの喋っていただけますかっていう電話をしたんですね。古井さんがうんってこうちょっとお考えになって、いややっぱり今回の問題はねと、僕はどうしてもあの戦争中の空襲をね思い出しちゃうんだよということで、だからお断りしますということをおっしゃった。でまあそれはそれでいいんですけれども、あのやっぱりその時に古井さんの中では、つまり古井さんの文学っていうのはまあ現代文学としてやっぱり一つのこの間の議論の中でも非常に高度な言語表現ね、まさにそのなさってると思うけれども、やっぱりあの作家の原点にあるのはあの大空襲ですよね。で大空襲ってものを単に言っちゃいけないな、その大空襲ってものを戦争の場面とか戦争の悲惨とか戦争への反省とかっていう文脈じゃなくて、実は高度成長を遂げた戦後の日本そのものがます
大量というね、マス、全てマスメディア、マスの経済、エコノミーになっていった。実はそのマスの中 の実は原点として、あの大空襲ですね、大量死、そのまさに天から焼夷弾が降ってきて大量に殺戮されてるっていう、この問題をこう戦後60年の時間とこうじっくりこう重ね合わせるようにしてね、そこで人間の生と死、まあ、戦後の日本人 あの姿ってものを描いてきたと思うんですね。ですから、あのやっぱそういう文学っていうのが一番あのやっぱり大事な文学の一つの要だと思うし、だから古井さんがその今その評論的言葉で、感想的言葉で自分は語れないと言ったのはまさにその通り。ただあのそのことはあのやっぱりそういうも今回の問題、今回のこういう災害って問題が作家にとってね、やっぱり非常に大きなやっぱりインパクトになったのは間違いないわけで、あのそれを早く書くか遅く書くか、あのどう書くかっていう問題よりも、まずそういう受け止め方をね、今文学者があるいは文学に関わってると思っている人たちがしっかりやっぱり持たないとね、遅れっていうことについてね、それを絡めてね、ちょっともう一つ別な観点を出しておくとね、うん、古井さんと僕とをね、なぞらえることはもちろんできない。例えば僕の友人もね、松島に住んでいて、たまたま松島だけは無事なんですね、あそこはね。それでこの間数日前にもそいつと電話で話をしたけれどもね、そいつもね、まあ、石巻なんかで働いてるやつなんで、まるでその空襲の後みたいだって言い方するんですよ、うん、でもちろんそいつも戦後生まれです、うん、空襲の光景なんて見てない、うん、何かになぞらえようとすると僕らは自分たちの知っている何かのイメージになぞらえるしかないんですね、かろうじてね。だからその戦争の後のようだとかね、空襲の後のようだっていう言葉がある。古井さん自身は直接に体験した。だからなおのこと彼はそこでうかつなあのすぐに出せるコメントなんか出したくないっていう話になるんでしょうね。つまりそれが遅れってことですよ、うん、それは何て言いますかね、何かその正確に言おうとすればするほどその言葉というものがね、すぐに出てこなくなるという意味での遅れなんですね、うんうん、で一方でね、そのこれ自然災害ってのは言ってみれば無意味ですから、自然ってのは人間的な意味なんか全然関心持ってませんから、うんうん、それその自然という超越者のね、うん、あの気まぐれですよ、これは簡単に言えばね、うん、意味なんかつけられないんですよ、うん、人間的な尺度を超えてるわけですよ、うん、でそれに対して迂闊にね、人間的な意味付与をしてしまおうとすると、うんうん、天罰だとかね、うん、いう言葉になってしまうわけで、自然っていうものを擬人化してしまうんですね、うんうん、これはまた人間のね、ある種自然なこうおのずからな思考方法なんですよ、うんうん、でついついそれをうっかり口にしてしまう、うん、関東大震災の時にも点検論というのがあって、ね、でね、うん、これはその あれはそもそも東京という大都会が襲われましたからね、うん、その近代の享楽にふけっていた人間たちへ その天の罰である、うん、点検であるっていうね、でそれに対して柳田国男が批判するわけですね、で実際にこの震災でね、どこがやられた、どういう人たちが死んだかをよく考えてみろと、被災したのはね、本所深川のね、都市のその享楽とはまるでね、関わりないその霊災なる災民たちだったではないかと、こういう批判をする。同じことが今回もやっぱりまあ石原都知事なんかの発言で繰り返されるわけですね。それは石原慎太郎という人が小説家ではなくて物語の人であるってことのね、僕は証明だと思ってるわけだけれども、つい口走ってしまうんですね、天罰であるという言い方で。で実際に被災したのはそれこそその東京というね、享楽の都市に電力を供給するために過疎の町を何とかっていうことで原発を受け入れたような人たち、うん、あるいはその東北のね、貧しいその 漁村漁港だったりする人々が中心の被災を受けてるわけですね。だからうかつにそのすぐにね、何かそこに意味付与をしてその言葉として語ろうと、言葉の中にその震災という出来事をね、取り込んで納得してしまおうとするような、そういう姿勢こそがね、僕は反文学だと言いたいわけですよ。どうだからさ、うん